まもなく2月になると確定申告の時期がやってきます。そこで今回のおぎしだよりは所得税の確定申告についてお送りします。確定申告にはいろいろ書類を揃えなければいけないので時間も手間もかかりますよね。そこで今回はこの確定申告について詳しくお話を聞いてみたいと思います。お話は小城市役所税務課の久保田さんと福田さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今年もね2月になりますと確定申告の時期がやってくるんですが、今年の確定申告時期を教えてください。はい、2月13日水曜日から3月15日の金曜日までとなっております。この申告の内容によって日程が異なると思うんですが、詳しく教えていただけますか。はい、2月13日水曜日から2月の15日金曜日までは3日間は確定申告の還付申告となっております。所得税が還付となる方のみが対象となっておりますので、納税となる方はですね2月の、18日月曜日から3月15日までの間にお越しください。対象地域ごとに、受付期間会場を設けてますので、はい、詳しくは1月末にお送りします。こちらの冊子をご確認ください。はい、はい、この申告なんですが、どういった人が対象になるんですか。はい、事業、不動産のご収入の方はもちろん、お給与や年金のご収入の方でも、それ以外に副収入がある方や、勤務先が2カ所以上ある方については確定申告の対象となる場合があります。はいはい、また確定申告の対象にならなくても住民税申告が必要な場合がありますので、詳しくは、こちらの冊子のフローチャートを確認されるか、はい、お近くの税務署または市役所税務課の方へお問い合わせください。はい、しっかり確認をしていただきたいと思います。そしてこの申告の時にはどんな書類が必要なんですか。はい、平成30年中の収入および控除に関する書類が必要となっています。お給与や公的年金ご収入のある方については必ず原本の、源泉徴収票を、事業のご収入がある方については収支内訳書を作成の上お越しください。はいはい、また控除に関する書類としては控除証明書、医療費控除を申告される方については、明細書を事前に作成の上必ずお越しください。その他については詳しくはこちらに記載をしておりますので、ご確認の上お越しいただければと思います。はい、それでは突然ですが確定申告についての Q&A コーナー。さあ毎年いろいろなお問い合わせがあるそうなんですが、よくある質問について聞いてみたいと思います。じゃあちょっと回答を福田さんよろしくお願いしますね。まず平成29年分の確定申告書にマイナンバーを記載して本人確認書類の写しを添付したんですが、平成30年分の確定申告書にもマイナンバーの記載および本人確認書類の添付が必要なんでしょうかという質問です。どうでしょう。はい、マイナンバー制度の導入に伴いまして税務署等に提出する申告書にはマイナンバーを記載することが義務付けられております。はい、その際にですね、なりすまし防止のために税務署等はマイナンバーの提供を受ける際本人確認を行うようになっております。なので前年出されていらっしゃっても税務署等に申告書を提出する都度ですね、マイナンバーカードのマイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付をよろしくお願いいたします。はい、今年も必要ということですね。それでは次の質問です。収入はなくても申告が必要なんでしょうか。税務署への確定申告の必要はないかと思いますが、市町村へ住民税申告というものをしていただく必要があります。申告をされないと所得証明書等の発行が受けなかったりできなかったりします。各種申請時に必要な方はですね、必ず申告を行ってください。はい、また国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者の方が未申告だときちんとした税額の計算ができなかったり軽減制度を受けられなかったり影響が出る場合がございますので、対象の方は申告を行っていただきますようよろしくお願いします。詳しくはこの冊子をご覧になるか担当課の
方へご確認をお願いいたします。はい、しっかり確認をした方がいいということですね。さあ次です。初めて住宅ローン控除の申告を行いますがどうすればいいでしょうか。今回初めてですね、住宅ローン控除を申告される方は登記簿等本と必要な書類を揃えていただく必要があります。はい、税務署や市の税務課の方に問い合わせいただければ必要な書類の確認ができますので、早めに確認されて事前に準備をお願いいたします。はい、それでは次の質問です。満期保険金、解約返礼金及び個人年金などを受け取ったんですが申告が必要ですかという質問なんですが、いかがでしょう。はい、満期保険金、解約返礼金を、受け取った場合は必ず申告が必要となっております。はい、保険会社等からのご通知が来られているかと思いますので、その期間中に確定申告にお越しください。なお不明な場合はですね、支払い元の保険会社等にお問い合わせいただくか、お問い合わせいただくなどしてご確認の方をお願いいたします。わかりました。それでは最後の質問です。私は確定申告不要なので申告しなくてもいいですかということなんですけど、どうでしょう。はい、税務署のへの申告が不要な方でも住民税の申告が必要な方がいらっしゃいます。住民税の申告を詳しくはこの冊子をご覧いただくか、市役所の担当課の方へご確認ください。ここまで質問いろいろあったんですけど、やっぱりわからないことも多いでしょうね。そうですね。住民税申告に関しては4月末までに全国配布を予定しております。こちらの冊子と一緒にご確認をしていただければと思います。はい、ご参考にしていただきたいと思います。確定申告は皆さん窓口でなさる方非常に多いと思うんですが、電子申告というのがあるんですよね。詳しく教えてください。はい、電子申告とは申告書を郵送等で書面提出するのではなくてデータ送信により提出する方法になっています。国税庁ホームページ内の確定申告書等作成コーナーで e-tax による電子申告が可能です。この時マイナンバーカードやカードリーダーが必要となりますが、はい、事前に税務署で ID、パスワードというものを取得していただくことで、うん、マイナンバーカードがなくても電子申告ができるようになりました。またマイナンバーカードや ID、パスワードがない方であっても作成した申告書を印刷して郵送等で書面提出いただくことができます。窓口での待ち時間を気にされることなくご自宅で24時間申告を行うことができますので、ぜひご活用ください。はい、本当にね便利ですよね。そして今回からもっと簡単にスマホでも申告ができるんですよね。はい、スマートフォンでもマイナンバーカード方式もしくは ID パスワード方式によって電子申告が可能です。平成31年1月からはですね、スマートフォン専用画面で確定申告書等作成コーナーがより利用しやすくなっていますので、自宅のプリンターやコンビニ等の印刷サービスを利用して申告書を印刷していただければですね、マイナンバーカードがない方、ID やパスワードの取得が困難な方でも申告書の作成、書面提出が可能となっています。また作成した申告書をスマートフォンに保存したりすることもできますので、ぜひご活用いただければと思います。この e-tax の利用やスマートフォンでの申告等に関しては国税庁のホームページをご覧になるか、管轄の税務署の方へお尋ねください。はい、ますます便利になりましたね。皆さんしっかり申告をしていただきたいと思います。それでは最後に一言お願いします。確定申告や試験民税申告は毎年多くの方が対象となられるため、申告機関には相談窓口や電話が大変混雑をいたします。必要書類多い方もいらっしゃいますので、早めの相談や準備を心がけていただいて期限内の申告をよろしくお願いいたします。はい、期日を守ってしっかり申告をしましょう。今日お二人ともお話ありがとうございました。ありがとうございました。小城市からのお知らせです。小城市では平成30年度市民図書館講座目指せ畑づくり名人の参加者を募集しています。 DVD を見ながら畑づくりのコツと裏技を分かりやすく紹介します。この講座を聞いて楽しく畑づくりを始めてみませんか。日時は1月27日日曜日午前10時から11時30分。場所は
王城館2階研修室です。講師に農産漁村文化協会の佐藤圭さんをお迎えします。定員は50人。申し込み方法は申し込み用紙に記入し、各図書館のカウンターに提出してください。電話でも受け付けます。お申し込みは1月20日日曜日まで。お申し込みお問い合わせは市民図書館小木館、電話0952-71-1131までお願いします。平成30年度第14回小木市モデル子どもクラブ発表会を開催します。毎年13地区を小木市モデル子どもクラブとして指定し、ふるさとを愛する心豊かな青少年の健全育成を目的に地域全体で取り組んでいます。今年度各地区の子どもクラブが取り組んだ新入生の歓迎会、地域の美化活動、火付け、クリスマス会など1年間のさまざまな活動や思い出を子どもたちが元気いっぱいに発表します。また頑張っています小木市の子どもたちのコーナーでは、牛津宿場花太鼓保存会虎鉄の子どもたちによる勇壮な太鼓も披露されます。日時は平成31年1月27日日曜日、9時30分から12時まで、 Doing 三日月の多目的ホールで開催します。お問い合わせは小木市生涯学習課内小木市青少年育成市民会議事務局、電話 0952-37-6132 までお願いします。多くの皆様のご来場をお待ちしております。平成31年1月29日火曜日から2月7日木曜日に、夢プラット小木1階展示室で小木漫画展を開催いたします。小木漫画とは、肥前狛犬の姿をした主人公が女子高校生と青春劇を繰り広げながら小木市の魅力を PR し、レトロでノスタルジックな描写で方言を多用しながら小木の名所や名物を紹介する漫画です。小木漫画展では作品原画の展示や小木漫画制作工程の紹介など盛りだくさんの内容となっております。また2月2日土曜日の10時から先着20名様に作者小木の花さんによる似顔絵プレゼント&サイン会も行います。ぜひ皆様お誘い合わせの上お越しくださいますようお願いいたします。なお、ご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはおぎゅっと0952-20-0777までお願いいたします。